大戦歌手は6月2日の1969年8月20日は、日本の考古学者、母親戦争研究家、陸軍軍人、貴族院議員、陸軍少佐、ジュニー、公爵、文学博士、職業軍人時代には、第32警備隊、第33警備大隊大隊,隊長、室蘭防衛隊、第8独立警備隊隊,隊長などを務めた。その後は、 大戦島絵学研究所所長、慶応義塾大学文学部教授などを歴任。日本の考古学の基礎を築いた考古学者であり、また母親戦争研究家としても知られている。父、大山岩尾公爵は、維新の元君の一人で、日清、日露の両戦役では、参謀総長や満州軍総司令官として、国運をかけた大勝負で日本を勝利に導き、 晩年に至るまで元老の一人として国政の数期に接した元水陸軍大将。母、ステマツは明治初年に初の官辟女子留学生の一人として11歳で渡米し11年後に日本人女性として初めて米国大学の普通科を卒業して学士号を得た。柏はその次男。海軍に進んだ兄、甲が 練習船の火薬庫爆発事故で不慮の殉職を遂げたのを受けて着難となり、父の死去後に公爵を就職して、貴族院議員となった。その一方で、父たっての願いにより、陸軍に進み陸軍少佐まで進級したが、生来の学者肌の気質が、陸軍の体質となじまず、さしたる実績も上げないまま数え40を前に、遺願予備役編入。以後は、慶応義塾大学を、 研究活動の場とし、考古学と歴史学の分野に多大な貢献を残した。この絵踏丸公爵の妹、竹子夫人との間に、歴史学者で外交史が専門の法学博士、大戦士と海洋生物学者でカエル医学が専門の理学博士、大山勝ズの二男がある。大軍人の家に生まれて自らも初めは、軍人の道を歩んだが、ヨーロッパ留学を機に、 考古学の知見を深めた。帰国後には、自邸内に、ふみ前研究会を組織し、戦後の日本考古学の基礎を築いた。陸軍大学に勤める傍ら言っていた、考古学では、関東地方の縄文文化の研究やヨーロッパ、戦士学の日本への紹介などでの実績がある。それまで、宝探しの意気を出なかった、日本の遺跡発掘に、最新ドイツの系統だった手法を、 導入、主に縄文時代の研究において著しい成果を上げた。特に、1926年から1931年にかけて、河野伊佐村と行った関東地方の貝塚の発掘調査では貝塚を構成する貝類や、総医学的研究法による土器形式の新旧にまで留意した研究を行い、1933年に東京湾に注ぐ、 主要渓谷の貝塚における縄文式石器時代の変年学的研究予報第一編として共同発表関東における縄文土器の変年をほぼ完成させた同時に当時日本には存在しないとされていた旧石器文化にも着目文み全学雑誌第一巻第5 6号で日本旧石器文化尊否研究として発表した柏は英語と ドイツ語、特に陸軍の第二外国語でもあったドイツ語に、堪能で、自然学研究所が調査した遺跡の報告書の外文、ようやくはすべてドイツ語で書かれていた。1889年、大山岩を捨松夫妻の次男として、東京に生まれた。柏の名は、出生の際に父、岩が、新潟県柏崎に滞在中だったことから、命名された。 教育熱心かつ、幼少期の留学で英語で日常会話をしていた、母親のもと、早くから英語、ドイツ語の英才教育を受けた。1908年4月、長男の甲が海軍省移行補正として、遠洋公開中の台湾で、上官中だった、巡洋艦松島の爆発の巻き添えとなって死亡、それまで父の親戚、 鮫島家の養子となる予定であった柏が家督を相続することとなった。柏は中央幼年学校を経て、1910年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し、この f 不第4連帯付となる。1913年12月、不評中尉に昇進。九百十六年五月、陸士生徒体付となり、父、 岩の死を受け同年12月22日に、公爵、貴族院議員となる。父、岩の異名により、陸軍士官に進んだ柏であったが、欧米生活が長い両親の下で、リベラルな家庭環境で育った柏と、反伐と学伐が抜古する、帝国陸軍の寄付は全く合わなかったらしく、特に第一次世界大戦後に、内定していた陳太夫人を、参謀長。 山梨半蔵に妨害されてからは、陸軍での衛進を断念し、以前から興味を持っていた、考古学研究へ傾斜していく。1917年8月、参謀本部付となり、1920年8月、不評大位に進級。考古学分野では1921年、人類学雑誌に、沖縄県の伊波貝塚に関する論文を投稿している。 1923年1月からは近代戦士研究との名目でヨーロッパに留学。留学はドイツベルリン大学への私費留学で石原漢字の監視役という密命も帯びていた。留学中には合わせて考古学の研究も行い人類学者小金井義清に紹介された考古学者フーベルト・シュミットの下で旧石器時代を中心に本格的な考古学を学んだ。 1923年9月の関東大震災では、東京、穏やかだにあった大選定を消失するが、栃木県那須の別荘は残り、別荘周辺の山林で木炭を製造して知人に配っていたという。1924年に留学から帰国した柏は、穏やかだの自定内に自然研究室を設立、自然研究会を組織した。1927年12月、 不評調査に昇進し、この F 不評第3連帯付けとなる。1928年には、父の部下であった、上原祐作の反対を押し切り予備役編入を志願し、同年3月に編入となった。翌1929年には、自邸、研究所内に、文前学会を設立し、雑誌、文前学雑誌を刊行した。また、 慶応義塾大学文学部講師となった柏は1942年まで、各年で、基礎島描学を開校。この時の講義録は後に、基礎島描学第一巻として刊行されている。さらに、同大学が1938年に中国に派遣した学術調査団では、北品半々町となって大陸に渡ったが、後、三田市学会から江南東査として、 報告刊行されている。しかし、1943年11月に文学博士学位論文、基礎島絵学を慶応義塾大学に提出直後に退役を目前にして、王将を受け、第32警備隊、第33警備隊隊長として根室に赴任する。この突然の根室赴任は政治的理由によるものとされ、貴族院議員で招集されたのは、 カシワはただ一人であった。不認知のネムロは、ソ連との前線であったにもかかわらず、物資が乏しく、カシワは自家の財産で負担し、部隊に補給を回すありさまだったという。1945年3月、第33警備大隊の改編に伴い、室蘭防衛隊令下の第8独立警備隊長に移動。同年7月に、室蘭艦砲射撃を体験する。 日本敗戦後の同年9月、招集解除となる。1943年に柏が根室室蘭守備隊に出征した後には、研究所は閉鎖状態となった。さらに、太平洋戦争末期の1945年5月25日、アメリカ軍による東京大空襲によって、大戦帝と文全学研究所は所蔵していた多くの貴重な文献や資料、 諸友前将。1946年4月13日、貴族院議員を辞職。戦後の家族制度廃止と、農地解放、公職追放によって穏やかだにあった広大な指定を、はじめとする財産の過半を没収され、以後は穏やかだに子息を残し、牧場と父母の別荘のあった西那須野町に陰性する。1945年11月に、 慶応義塾大学から文学博士の学位を授与された後、1948年に文前芸術古文化総監を刊行し、日本考古学協会編集の日本考古学辞典の文担執筆に携わる。一方で、母親戦争の研究に身を捧げ、1968年に今日でも母親戦争研究の基本資料とされる母親役戦士を出版した。 続編として日清戦争の研究書を出す予定だったが、翌年夏に、かかりつけの病院での通院治療中に老衰で死亡した。慶應義塾大学での講義は、もっぱら、三田キャンパスで行われたが、時には三田通りの喫茶店で学生と会話をすることもあったという。自宅には留学中に買い集めたドイツ語の要所が大量にあり、訪れる学生には、 どの語学をやる場合も必ずやるようにと語っていたという。柏は、新編の整理整頓を徹底しており、書斎の引き出しも中は整列され、色別に区分されていたという。これについて、柏は、母の影響ですよと語っていたという。神宮前五丁目緑地にある大仙柏邸、大仙姉妹学研究所跡の説明版。道路の左側一帯が、 旧大船底渋谷区穏やか大丁目の大船底内に設置されており、遺跡の調査研究、雑誌の刊行、出土品の展示、約1万冊にも及ぶ蔵書の公開など、現代の国交律研究所にも劣らない機能を持っていた。この柏が資材を投じて設立した研究所は、戦後の日本考古学の基礎を築いたのみならず、そこに集った多くの若い研究者はその後の日本、 考古学の発展に寄与した。大仙島絵学研究所は、学術雑誌、文全学雑誌を刊行するとともに、100ヵ所以上の縄文遺跡を発掘して、その成果を次々に学会に発表した。研究所には、河野勇、宮坂光次、池上圭介、竹下自作、小牛院らの書院がおり、研究所の活動を支えていた。これら多くの業績を残した。 大仙島医学研究所は、山品鳥類研究所、徳川生物学研究所と並んで、家族三大研究所とも称される。1943年に柏が、根室、室蘭守備隊に出生した後には、研究所は閉鎖状態となった。さらに、太平洋戦争末期の1945年5月25日、アメリカ軍による東京大空襲によって、大仙帝と、 文み前学研究所は、所蔵していた多くの貴重な文献や資料、諸友全書戦後は第三家の財産の大半が没収されたことも、あって、以後再興されることはなかった。研究所の跡地は現在マンションとなっており、王子の面影はない。a b c d e f g h i 神宮前5丁目5番大仙島絵学研究所と、大仙柏屋敷屋と、 解説渋谷区教育委員会 a b 散策マップナンバー三。j r 原宿駅から、病院まで、渋谷区歴史散歩の会、平成十四年四月発行、漢方第8080 80号、明治四十三年五月三十一日、p 六百二十。漢方第三百二十号、大正五年十二月二十五日。ABC、大仙姉妹学研究所の由来と、意義。士学博士。 安倍義雄2001年8月20日、官報第5795号、昭和21年5月13日。公職追放の該当事項は、正規陸軍将校。諸事項。国立情報学研究所。2017年11月13日閲覧。後年に、琉球医派貝塚発掘報告が再刊している。官報第百八十八号。 助人及び、事例1909年6月12日。漢方第1696号、助人及び、事例1918年4月1日。漢方第2904号、助人及び、事例1922年4月11日。漢方第1901号、助人及び、事例1933年5月6日。漢方第四千五十号、 女人及び、事例1940年7月8日、官報大1499号、付録、事例2931年12月28日、ありがとうございます。